また付録みたいなね。皆さんこんにちは、アイディです。今日はですね、こちらアンドロージュを買ってきました。また付録みたいなね。本当立て続けで付録の動画ですいません、本当。はい、今回は付録がメインというよりかはこの雑誌が気になってたんですよ。そう、先月このアンドロージーっていう雑誌を見つけて、なんかね、ここに書かれてたのがすごく気になる内容で、どうしようかなと思ってたんですけど、先月はちょっと我慢して、で今月買ってきました。はい、ねえ、あ、ちょっとこれ切っちゃおう。はい、江川遥さん、私一番好きなんですよ。まあ、皆さんも本当好きだと思うんですけど、本当に江川遥さんが大好きで、まあ、憧れの女性です。はい、めっちゃ本当綺麗ね。いや、本当にこんな風に年取れたら最高ですね。うん、頑張ろう。このね、雑誌の表に書いてあるのがまたね、気になるワードがいっぱいあるんですよ。色気を引き出す魔法とかね、シミ予防24時、あとなんかお腹背中二の腕痩せとかのね、一番ね、私がやっぱり気になるワードとしてはここですね。ヌーディー肌とこなれ太眉、おしゃれ顔宣言。ちょっと宣言はできないけど、できるようになったらいいなって感じですね。はい、ということで今回は雑誌の付録の紹介になりますので、こちらですね、こちらを開けていきたいと思います。はい、それではどうぞ。今回の付録がですね、ザ・フラワースタンド啓太丸山豪華仕立ての花形、違う、ザ・フラワースタンド啓太丸山豪華仕立ての花柄多機能ポーチということで、なんか中にポーチの中が仕切りができていて、いろいろ仕分けして入れられるポーチが入っているということと、あとですね、もう一つがナリスザ・フラワースタンド啓太丸山弾む針肌上質シートマスク2枚ということで、はい、こちらを今回開けていきたいと思います。はい、なんかちょっとだけ見せてくれてる感じ、なんかいつも結構がっつり閉まってるはずなんですけど、今回はちょっとここが開いてます。はい、ということで開けていきます。あ、こんな感じなんですね。はい、まずはシートマスクが入っていて、こっちにポーチが入ってます。あ、思ってたより大きい。生地もなんかちょっとビニール製っていうんですかね、しっかりしてます。はい、これはね、後で恒例の縫製チェックしてきますので、はい、はい、でこちらはですね、横が 21cm、 縦が 10.5cm で、まちが 5cm あります。色はネイビーなんですけど、この縁の色は濃いネイビーで、この中のネイビーがですね、ちょっとだけ紫がかったっていうか、デニムっぽいような感じになってます。うん、なんかちょっとなんかされてる感じっていうんですかね。で、ここが、あ、こういうタイプは初めて、マグネットになってます。ここにファスナーがついたメッシュの仕切りがありますね。ここに仕切りがあります。で、まず中に仕切りが一つ、大きな仕切りがあります。で、ここがメインの場所ですね、入れる場所で、ここに1と2個と、ちっちゃめのポケットがここに3個目ありますね。はい、細いものを立てたりするのにいいと思います。仕切りとしてはこんな感じで7つのポケット付きです。実を言うと、私あんまり仕切りのあるポーチが得意じゃなくて、めんどくさがりだから、もうね、入れてあった場所にまた入れないっていうんですかね、戻さないんですよ。もうぐちゃぐちゃって入れて、ぐちゃぐちゃって取るって感じなので、綺麗に仕切りに毎回収めるっていうのが苦手なので、あんまり使ったことがないんですけど、今回はね、ちょっと使ってみようかなと思いました。はい、で実際にですね、今使ってる化粧ポーチの中身をこっちに入れてみようと思います。はい、入れてみました。すっごい入る。まだまだ全然入りますね。もともと使ってた化粧ポーチはパンパンだったんですけど、やっぱりね、これは大きいだけあって、結構収納力があります。開けてみると、前にポーチの中身でご紹介した、ハサミ、毛抜き、あと糸ようじをメッシュの中に入れてます。で、ここがですね、結構入るんですよ。なんか仕切りとしてはなんか使い方がよくわからなく
て、あ、ここ使ってない。中身としてはここにアイライナーとかですね、アイブロウのペンシルが横に入りますし、あとアイシャドウとかファンデーション、リップ類は全部小さなポケットのところに入りまして、あとこのルナソルのスティックハイライトも立てて入ります。綺麗に収納して入れることができます。パチッと、これ結構収納力あっていいですね。本当普段持ち歩くのもいいんですけど、私旅行とかにもすごく使えるなと思いました。まあでもちょっと旅行にはもったいないので、せっかくなのでね、普段使うのもいいのかなと思うんですけども、うん、これはお目当てで買ったわけじゃないんですけど、うん、可愛いなと思いました。はいはい、ではですね、今から恒例の縫製チェックに行きたいと思います。恒例の、はい、はい、お待たせしました。正直に言うとちょこちょこ気になるところがあります。ですね、まずはここですね。見えるかな、これ、ここ、なんか短いんですよね、ここ、なんかここから縫い目が来てて、ここギリギリに縫い目になってるんですよね。なんか生地が短いせいで、わかりますかね、ここがミシン目なんですけど、ここ布短くてギリギリに縫ってやるみたいな、これね、ちょっと気になります。あとはですね、ここですね、こっちはですね、縁取り的には綺麗に縫い目が入ってるんですけど、こっちこっちギリギリなんですよね、縫い目がギリギリ、さっきほどギリギリじゃないんですけど、ちょっとここはギリギリ。はい、細かい。まあちょっと厳しくチェックしてるっていうのもあるんですけど、ほんとね、ちょっとね、ここだけはちょっと気になりますね。はい、そんな感じで厳しい縫製チェックでした。はい、で次にもう一つ付録が入ってました。それがこちらですね。裏を見ると内容は同じことが書かれているので、同じものが入っていると思います。はい、でもこれがポーチと同じ柄になってて可愛いですよね。なんかこっちから多分使うと思います。でこれがですね、なりすけ商品と松本清志ホールディングスの共同開発されたもので、レチノタイムプレミアムリンクルマスク EX シート状美容液マスクということで、裏に書いてあるのがですね、弾むような張り、みなぎる弾力、年齢に負けない肌にって書いてあります。うん、負けたくない、頑張る。でこちらですね、フェイスラインのたるみやほうれい線をしっかり引き上げて密着、張り感を高める集中ケアマスクで、乾燥による小じわを目立たなくしますって書いてあります。もう一番気になるとこですよね、小じわ、たるみっていうのは。はい、もうこれはね、本当にね、すぐ使いたいと思います。うん、今日の夜にでも。で最後に塗るマスクでね、蓋をしてね。うん、はい、ということでですね、今日はアンドロージーの付録をご紹介しました。はい、動画がね、立て続けに付録になっちゃったんですけれども、今日発売なんですよね。なので欲しいなと思っている方に少しでも参考になったら嬉しいです。今日もご覧いただきありがとうございました。今日の動画が面白かったよという方はチャンネル登録をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。